スノーマンとストーンズはライバル渡辺翔太森本慎太郎がドリボで共演、仲の良さが勝っている。6月29日、ミュージカルドリームボーイズ通称ドリボークの制作発表が都内で行われ、主演の渡辺翔太、スノーマン、さん、ライバルとなるチャンプ役の森本慎太郎、ストーンズ、さんが登壇しました。2004年1月に滝沢秀明さん主演で上演されて以来、 パワフルでエネルギッシュなジャニーズのタレントによって演じ継がれてきた本作。これまで、亀梨和也さん、カトゥーン2004、2012年、玉森裕太さん、キスマイ f t に2 0 1 3 2018年、キシ太さん、2019から2021年1月、菊池風馬さん、セクシーゾーン2021、2022年、らを中心に、毎年様々な組み合わせで演じられてきましたが、 2019年の公演から演出に堂本光一さん、近畿キ,キッズ k i が加わり、さらにパワーアップ。20年目を迎える今年は、同作への出演経験がある渡辺さんと森本さんが出演することになりました。